い、皆さんこんにちは。ではカラースプラッシュ続きやっていこうと思います。では今回はね、キーコル峠行ってみようかな。この先に行けばいいんでしょうかね。あ、ちょっと待ってよ、でもまだ修復していないところが、なんかこれとかそうだよ。あ、なんかいる。はじめまして、自分で言っちゃいますが、私は物知りです。今のあなたに必要なものを知りたいですか？はい、知りたいです。発掘現場で見つかった白い棒のもの、きっと役立つはずなので、ぜひ持って行ってください。え、なんだ、発掘現場。まあいっか、よいしょ。んー、あ、君も、あ、絞らせ屋。あー、なるほどね。へー、消火器とかなんか今まで使ったものをね、なんかね、絞ってまたカードにすることができるみたいです。でもお金がかかるみたいですね。なんか300コインとか必要で、びっくりしちゃった。まあいや、行こう。発掘現場で見つかった、発掘現場ってどこだろう。よし、じゃあキーコル峠にとりあえず行こうかな。ここだね。よし、さあ先に進めるはずだどん。先に進むどん。あ、戻った。やった、色抜きしてた赤の門が赤のビッグペンキースターのおかげで復活してるよ。この大きな色抜きも一塗りしちゃうなんて、やっぱりビッグペンキースターの力すごいね。じゃあこれで先に行けますね。よいしょ。では新しい地方に行くんでしょうか。今回さ、なんかさ、仲間っていないんだね。あ、そっか、あれはマリオストーリーかね。ペーパーマリオって、そっか、ずっとマリオ一人で旅するんだっけ。赤の門は開かれた。さあ、それで次のペンキースターを探しに行こう。まあペンキーがね、仲間ですけど、一緒にね、バトルで戦ったりとかしないもんね。よし、さあ新たなところへ。マリオ、ここを止めたければ俺を倒していけ。ねえマリオ、ビッグペンキースターを助けたご利益でハンマーもパワーアップしてるよ。弱いやつが相手のハンマーで叩いただけ、バトルなんぞ一発で倒せるかも。なんだと？それありがたい。あ、ほんとだ、すごい、これは嬉しい。あ、こいつはバトルになるんだ。こいつは無理か。なるほど、じゃあ初バトルやっていきましょうかね。よいしょよいしょ。でもあれか、普通のハンマーとかでいけそうな気がするな。お、ボロハンマーある。お、よしよし、はい、でもこれ嬉しいね、バトルを避けられるっていう、嬉しい。よし、やった。よいしょ。お、アイアンジャンプ初めてだ。ちょっと、ね、貧乏症とね、ちょっとね、慎重派、案外慎重派っていうこともあってね、ちょっと特殊なカードってボス戦以外であんま使いたくないっていうね、同じ人いるかな。よいしょ。お、あー、キノピオン。もうピクニックに来ただけならこんな目に遭うなんて。この後彩りタウンへ寄って、あとペン、あ、一ペンキ浴びていこうと思っていたのですが、聞けば彩りの泉もビッグペンキストを失ってすっかり寂れてしまったとか。ペンキも浴びられない、色あせた日々なんて耐えられません。私たちのペンキスター返して。なんか愚痴をひたすら聞かされた気分。まあいいでしょう、そういうこともあるさ、人間だもの。よいしょ、人間じゃない、キノコだなあいつらは。よいしょよいしょ。あ、アイスが食べたいな。そういえばね、あのこの前さ、ハーゲンダッツのね、なんだっけな、あれをね買ったの。メープルカスタードクッキー、超美味しかった。美味しかったからね、みんな見つけたら食べてみて、超美味しい。よいしょ。そう、ハーゲンダッツ高いんだけどね、やっぱりね、うまいんだよね、ほんと。だから見つけるとどうしても買っちゃいますね。じゃあね、ハーゲンダッツだと今まで出てきた中だと白桃も結構美味しかった。そう、あとラムレーズン好きですね。あれ、ラムレーズンも確か期間限定っていうかね、季節の限定商品ですよね。美味しいのにな、ラムレーズン。え、そうじゃないっけ、定常であるっけ。あー、ここにもいるな。
あ、よし来た。キノピオ生き返れ。マリオさん大変です。ミロノリタウンだけでなくこの辺りもでもクッパ軍団に襲われています。おお、やっぱりそこクッパ軍団。必死に逃げる私をやつら木の上までしつこく追ってきて寄ってたかって私の色を。あんな怖い目にあったらもうしばらく木には登れません。ミロノリタウンでゆっくり休んでてくれ。お疲れ様だぜ。ん、あー、わかった。なるほど、それで、ね、あれが必要になるわけか。こいつね、ちょっと待ってね。まずは修復して、すまん、なんかトゲゾウめっちゃおるんやけど、トゲゾウおるんやけど、よいしょ。でこれだ。ちょっと待って、バトルにはなりたくない、バトルにはなりたくない、バトルにはなりたくない。よいしょ。で時間が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 、オッケー、できた。はい、じゃあこれでいこうかな。これ なんだ、これを展開ハンマーで叩いてなんだ、めっちゃヒントあったんだ。よいしょ。あ、ファイアフラワー嬉しいな。そう、ファイアフラワーのさ、グッドなタイミングがね、よくわかんないんだよね、未だに。うん、この静けさ、風が止んだ。なんだろう、ゾワゾワ嫌な感じがする。何かとても不吉な。いやー、なんか降ってきてる。あ、キラーじゃん。なんだあれ、この先の山の中に黒くて大きい何かが落ちた。不吉な予感を得だったのか。マリオ、様子見に行こう。行くしかないですな。気になりますな。私気になります。あ、その前にインクも回収して行きましょう。何が起きたんだ。あ、ここも展開ハンマーっぽいね。よいしょ。ここもそうかな。これも展開ハンマーで叩いてください。はい、了解です。あ、ちょっと待って、クリボーぐらいだったら普通に倒せる。ヘイホンも普通に倒せるかな。よいしょ。よいしょ。じゃあ、ここも修復して。お、カードありがたい。ああ。よし。よいしょ。ジャンプかける2の。ちょっとここも修復ポイント結構あるね。さあ、また展開ハンマーが必要なところが一箇所あるんですけれども、なかなか見えないな。ちょっと待って、なんかいるぞ。あー、敵だったあこいつ、お、赤ムーチョ、ムーチョじゃん。久しぶりじゃん、ムーチョ。元気してたか。元気しとうや。ムーチョあれだよね、あのヘイホーの仮面が変わったバージョンといいますか、可愛いけど。よいしょ。よし、オッケー。お、めっちゃうまい。うん、どこだろう、展開ブロックないね。よいしょ。もしかして下のやつ引き継ぐ感じ？いや、まさか。あ、でもあるな、展開ブロック。今日やってみようか。よいしょ。
こう行って、あ、時間がそもそも足りないか。よいしょ。あー、やっぱそっか、エリアが変わるとなくなっちゃうのか。じゃあ、どっかにやっぱ展開ブロックがあるんだよな。なくないっすか。よいしょ。ないなあ。あった。よかった。よし行くぞ。20秒あればいけるか。兵法がよっしゃ。よし、あ、行けました行けました。よし、じゃあ先に行きましょう。お、なんかハートが見えますな。よいしょ。ん？あ、くんくん。うえ、なんだこの匂い。食べになったペンキのような嫌な匂いがする。ん？あっちの方から漂ってくるよ。あの黒い何かが落ちたところがもうすぐ近くなんだ。そのようですな。よいしょ。腐ったペンキの匂いってな、どういう感じなんだろう。ん？これなんかありそうだけどね。なんもないか。あ、クリボーは潰す。よいしょ。なんか雑巾を絞ったような匂いとかいろいろあるけど、腐ったペンキのような匂いってあんまり想像できないな。よし、キノピオ救出。マリオさん、この先にある丸太工場から命からがら逃げてきました。いろんな気を直していただいたので、命からがら逃げてきた続きをやります。逃げろー。ご無達者でな、気をつけてな。あー、もうなんだよこの足場、手抜き工事じゃないの。あの不吉なものが落ちたのはもうすぐそこなのに。ズベーってなったマリオがめっちゃ可愛かった。よいしょ。あ、ムーチョが、ムーチョが、ムーチョが。よいしょ。オッケー。で、ここも修復して、おーおー、よいしょ。嘘でしょ？ちょ、待って。なんか変なの転がってるんですけど。怖い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 。お、カエル！何これ？おー、怖えー、怖い。修復ポイントたくさんあるんだよな。あ、痛い！蜂も食らうの？痛いな。怖い怖い怖い。うーわ。オッケー。あー、もうやりたくないわ。ん？ちょっと待って、どうすればいいんだこれ。お。え、ちょ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 。いや、やばい、死ぬぞこれ。やばいやばいやばい。でもこれ落ちたやつってどん。おう。お？ん？あー、もうちょっと当たっちゃった。ちょっとバトルはカットしますね。
行けた。あ、なんか隠してるぞあいつら。わあバトルになるのか。兵法たちと5体ね。よいしょ。ちょっとあれかな、ボロジャンプかける3でいけるかな。 OK。さハンマーでピコってやったらプチって潰れる感じかな。あーよしよしよし、危ない危ない。よしできた。ちょっと待ってね。お、いるいる。私たちの丸太工場を襲われた。あいつら丸太工がして遊んだりしてないだろうな。めっちゃ私被害に遭ったよキノピオ。こいつも大丈夫。いろんな気している間にすぐ近くへとても恐ろしいことが起きたような気がします。あれは悪夢でしょうか。よかった。ふう、ちょっと待ってね。この先なんだけど、展開ブロックがどこかって話を。あっち行って、え、どこに落ちたんだろう。ここじゃないもんね。展開ブロックどこに落ちたんだろう。よいしょ。なんか兵法たち転がしてったよね。あれ、よいしょ。なんかとりあえず展開ブロック壊して、あの丸太かな。よし、オッケー、行こう。あ、これか。なんだ。よし。あ、足場ができた。やった、橋ができて。ちょっと待って、ここのコインももう心置きなく取れるのは取っていっちゃおう。よいしょ。コインさ、なんか前回か前々回のパートでさ、だいたい300コインぐらいまで減ったんですけど、カードを買いまくってすぐにこう貯まるね、今のところね。よいしょ。さあここに入るのか。あ、ここに出てきた。あー、ハートありがたいな。ふむふむ、さっき行こうかな。そうそう、いい時間だけど。よし。うわあ、真っ黒焦げだ。あー、でリトルペンキスターが見える。なんだこれ喉が。地面も岩もあたり一面真っ黒に染まってる。空から落ちてきた真っ黒く染めるための爆弾。マリオ気をつけて進む。この不吉な黒すごく嫌な予感がするんだ。はい、マジか。ということで、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。これなんか黒いところに触ったら焦げちゃうとか、そんな感じなのかな。ちょっと進むの怖いですけどね。はい、ではじゃあ次回はリトルペンキスター、あの右の方に見えるリトルペンキスターね、あれ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 をね、ちょっと取ればいいかなと思っております。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。